黒川博夢略式秘蔵へかけ麻雀ジャで複数の報道によりますとかけ麻雀ジャで話題となった黒川博夢元検事長について検察審査会が昨年12月に違法行為を良くする立場にあった元検事長が漫然と継続的にかけ麻雀ジャンを行っていたことが社会に与えた影響は大きいとして 起訴すべきだという議決をしたことを受け、検察が再捜査をし、賭博罪で略式起訴する方針を固めたことが明らかになりました。これまで検察は、一日に動いた金額が多いとは言えないとして、起訴猶予としておりましたが、この黒川さんが略式起訴されても、黒川さんと共に掛けマージャンを行っていた朝日新聞や産経新聞の記者らは、 不基礎となる見通しです。この、賭博罪。1時間で3万円程度が動く、賭け金以上の場合、適発されておりますけれども、黒川さんの場合は、賭け金がこの半分程度であり、この略式基礎によって、賭博罪の運用そのものを見直すのであれば、今後、 賭博の摘発範囲が広がるものと思われます。また、こういった掛け金については、パチンコやスロットの規制にも関連しているものと思われますので、単純に規制が2倍ほど強化される可能性もございますが、検察には今後この賭博罪の運用をどうするのか、しっかりと説明していただき、日本において、 財形法定主義が揺らぐような事態にならないように対応していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。